はい、トソンです。今日はね、韓国島の大木槌を、韓国島で大木槌を仲間にする、まあ脱獄準備の段階で大木槌を仲間にするってとこなんですけど、まあとりあえず普通にやっていきましょう。はい、ということで、鍵があるんですね、ここに。はい、この鍵ですね。この鍵は何に使うかというと、もちろん、大木槌が牢屋に閉じ込められてるんですけど、まあもちろんここで使うものですね。ただ実は、あ、こっちには鍵かかってないか。あ、こっちにも鍵がかかってないね。とりあえず、じゃあ、大木槌を出しましょう。普通はここで使います。大木槌がいる場所で。で、まあ、大木槌と戦って、まあ、倒して、まあ、クリアって流れなんですけど、あの鍵を別のとこで使ってみようと。実は、韓国島ってだけあって、他にも牢屋がたくさんあるんですね。はい、ということで、ここで鍵を取りました。で、この鍵、独房、まあ、NPC とかシードとか、まあ、主人公も入れられてる、牢屋棟みたいなとこあるんですけど、はい、まあ、鍵が1個しかないので、まあ、何回も往復するのめんどくさいにはセーブしましょう。で、この貴重な大木槌を本来助けるために使う鍵を、関係ない牢屋を開けるために使う。ね。俺俺、重罰分の大木槌を助け出すぞ。って言って、ここで使うとね、使えちゃうんだよね。で、使うとなくなっちゃうので、鍵が。積むんですよね、結果ゲームは。とりあえずここが牢屋ですね。NPC すらいない牢屋です。まあ、空き室ですね。よかったらね、入りたい人入ってくださいってことですね。で、どんどんいっぱいあるので開けていこうと思います。まあ、牢屋の内装を見て回るみたいな、ちょっと、なんだ、不動産気分を味わうじゃないけどさ。次、ここですね。モンバーさんがいますね。まあ話すことについては変わらないんだけどね。ちなみにこれがモンバーさんがいつも使ってる牢屋ですね。ちょっとこの穴が、ちょっとモンバーさん一時期ね、もう諦めてる人なんだけど、脱獄。ちょっと若い、もうちょい若い時にちょっと脱獄やってみようかなと思って、開けた穴ですね、これきっと。これもね、ちょっと掘ってみたんでしょうね。ちょっといけんじゃねえかな、私でも、みたいな。あ、でもちょっと水が溜まってるので、モンバの隠し水飲み場かもしんないですね。ただ基本的なこの内装の感じはね、隣の部屋と一緒かなと思うんですけど、まあ、下に降りましょう。では、下どうなってる？よいしょ。下、次ここですね。上げてみましょう。まあ、ここにはね、まあ、NPC 入ってますね。懲罰房の大木槌助けてないからね。邪魔やもん、スライム。まあ、通常時の外で話そうが、話すセリフは変わらないので、まあ、この人の、まあ、牢屋の内装は、まあ、ちょっと明るめって感じですかね。明るめ兼、このちょっと前の、前この部屋にいた人でしょうね。前この牢屋使ってた人がちょっと飾られてるっていう感じですね。全住民が。まあ、そんな感じですね。うん。はい、では、お隣行ってみましょう。お隣はまあ、普通にイケメンさんだったかな。
とりあえず、あ、この人の、ま、囚人部屋、窓あるやんけ。めっちゃいいやん。窓付きの牢屋ですよ。これ家賃ちょっと高めなんちゃうの、ここ。窓がついてます。普通にイケメンの、ね、牢屋窓ついとる。はい。隣ですね。隣にはま、筋肉が、筋肉、なんだっけ、これ。囚人なのにマスクさんが住んでますね。ここ窓ないですね。なんだろうね、こう、この、なんだろう、鎖がこう真ん中に出てると、SM プレイを主体とした、実は SM プレイをしたい人にも貸し出されてる牢屋なんじゃないかなというふうに僕は感じましたね。次、この部屋。真ん中ですね。なぜか見つかった。なんだろう、透明人間の監視でもいいのかな。いや、なんで見つかっちゃったんだろう。特に現時点では囚人っていうか監視に見つかってる気配はないですよね。ただこう開ける、扉を開ける、あれどの監視に見つかってんの俺。まあ、あっち見てるけど、主人公が。とりあえず、このな、あ、なんかトラップでもあんのかな。監視に見つかっちゃう牢屋ですね。くそ。はい、で、最後は、あれかな？指導さんの部屋。あ、ここ。この子はなんで外にいるかっていうとね、よく出遅れてる子なんだよね。で、時間を、結構時間かけてあげれば入ると思うんだけど、牢屋に。結構主人公がパパパパパって早く物語進めちゃうと間に合わなくて、この子を牢屋に入る前にこの鍵がかかって入れなくなる。この子よく牢屋に、この子よく主人公が早く物語進めちゃうと牢屋に入れなくなってる子ですね。開けてあげましょう。開けても入んないんだね。まあ面白くない部屋だね。次、指導や、指導、指導がいる部屋行くかな。監修に見つからない人いいけど、指導がいる部屋に入ります。ウィース、今は言うことを聞くしかなさそうだ。さっさと行こうぜ。土か。指導の部屋はね、まあここ穴掘れるとこだからね、あれやね。なんかちょっと鎖が一番多いですね、指導さんは。あ、水の岩もある。結構贅沢よ。だし前取ってるからね、だし。